セリーグ巨人3から1中日、2021年7月7日、東京 D。巨人は3から1で中日を下し、連敗を2でストップ。貯金を13に戻した。先発右腕、山口が7回途中1失点で復帰後の東京ドーム初勝利となる今季2勝目、1敗。先制された直後の2回に、主砲、岡本和が25号同点弾。4回には、中前打で出塁した先頭、坂本を1塁に置いて、丸が勝ち越し、そして、決勝の10号2ランと巨人はわずか3安打ながら、そのいずれもが得点という、省エネ白星となった。写真、4回井口1塁、丸は勝ち越し2ランを放ち、ナインの出迎えに、丸ポーズ。この日は1番、梶谷、2番、坂本、3番、丸、4番、岡本は、5番、ウィーラー、6番、松原、と、新オーダーを組んだ、原辰徳監督、62、は、ヘッドコーチはじめね、少し1番、2番、松原、ウィーラーがあんまり動いてないっていうところで、少し打線をいじろう、と。わかりました。ということでこういう形になりましたと、まずは新打線の狙いを説明。先制された直後に飛び出した岡本和の同点25号には、いやいや、もう、ね。今日はもう2番、3番、4番しか打ってないぐらいでしょ？ですから、貴重な1点であり、丸のホームランも大きかったですねと試合を振り返った。丸は、真ん中低めの難しいツーシームを逆方向の左翼スタンドに叩き込んだ。原監督は、ねえ、気持ちは多分センターに行ってたんでしょうけど、それが、ポイントがやや食い込まれたっていうところで、レフトへ飛んでいってる。もう理想形の形だと思いますとし、そこが、丸の長所でありね。そういう点では、まあ、本来のバッティングというものに非常に近づいてきているんではないかというふうに思っていますと目尻を下げた。7回途中1失点の山口については、テンポもいいし、コンディションも非常に良さそうですしね。ゲームを作るという全体のリズムも非常に良くなるし、いい形で入ってくれていると思いますと現監督。3連戦勝ち越しがかかる8日は21歳右腕、直江が今季初先発するが、明日は特に若い投手が放りますんで、なんとか先制、中押しという形に進めていきたいなと思いますと話していた。